アイデアが浮かばなかった時どうすればいいの？教えちゃいましょう。悪いですね。裏技ですよ、こんなもん。5つ目の武器がでは始まりましたもっちゃチャンネル。さあ今回はですね、英検面接試験でアイデアが浮かばなかった時どうすればいいのっていうのについて話そうかなと思います。まあこれはね、英検だけじゃなくて様々な英作文ですねに使うことができますので、ぜひとも知っといてください。まあ裏技、もう英検の面接直前っていうのでね、見てる人もいると思うんですけど、まあこれらにね書いてはあるんですけど、英検のねワークブック出してるやつにはあるんですが、教えちゃいましょう。自分がね、まあ今までどうやってやってきたのかっていうのをね話すんですが、ちょうどね、そうそう、この著者の武藤先生も同じようなやり方でやってたので、あ、同じですね。武藤先生がライティング担当してて、で自分がスピーキング担当してたから、あら書いてあること同じじゃないですかって言ってね、そう同じになったっていうやつね。そのアイデア出しの時にどうするかってやつなんですが、なんでまあ大学受験とかのね英作文にも使えることですので、ぜひ知っておいてください。まあ、アイデアが浮かばないことってすごく多いと思うんですよ。で、しかもね、面接だったら瞬時に答えなきゃいけない。で、その時に浮かばなかった時にですね、用意しておくといいことっていうのがやっぱあるんですよ。いくつか。それを紹介しますね。まず持っといた方がいいのは、お金。お金を持っとけって意味じゃないですよ。お金。お金っていうのを理由に使うっていうのが非常に useful ですね。非常に役立つと思いますね。まあ、お金っていうのはですね、非常に客観的なものであって、数値化されるじゃないですか。だからね、説得力の高い理由になるんですよ。これはね、結構昔からよく言われるんですけど、で、実際、英検の英作文見てみるとわかると思うんですけど、英作文って理由のやつついてますよね。黒丸がついてて、なんとかなんとかなんとかって理由で。で、そこにコストとかって書いてることすごく多くないですか？そう、費用って書いてること多いですよね。だから理由に関してお金っていうのはすごくよく使えるからなんですよ。だからあそこにたくさん出てくるわけですね。だからお金。高いものは悪いんです。反対です。高いから。ほら。言えますね。なんとか is expensive とかね。なんとか are expensive って言えばもうそれで理由になるでしょ。ね、なんとか cost a lot of money とかね。お金がたくさんかかりますって言ったら、もうそれだけで理由になるじゃないですか。で、さらには何々 saves a lot of money って言ったら、ね、お金をたくさんセーブしてくれます。お金がかかりません。いいことですね。そういうことなんですよ。で、これいろんなものがある。だ結構ね、テクノロジー系っていうのが、まあよく出てくると思うんですけど、だからそのテクノロジーのものが高ければ、Public Computer is expensive とかね、っていう風にやることもできるし、むしろそれね、そのテクノロジー使うことによって、saves a lot of money ですね。お金をセーブしてくれる。なんていう風に言うこともできるので、こいつは絶対に持っておきましょう。で、お金といえば、もう一個、数値化されるものですね。そう、時間ですね。時間がかかることは悪いこと。時間がかからないことはいいことですね。だからこれも数値化できて客観的でいいんですね。これも何々 takes a lot of time ですね。時間がたくさんかかるって言ったら悪いことですね。それに対して何々 saves a lot of time たくさんの時間を節約してくれるって言ったらこれいいことじゃないですか。だから時間はめちゃくちゃ使えるんですよ。インターネットとかさ、まあ、テクノロジー系ですけど、インターネットを使うことによって時間を節約できるなんていうことはいっぱいあるわけですね。だからまさにさっき言ったね、最近もやっぱね、スマホとタブレットコンピューターがめちゃめちゃ出てくるから、そういうものってさ、ほら何かを情報を探したりなんだりするときにさ、時間が節約できるとか、早く情報見つかるとかさ、そういう風なものを持っておくだけでめちゃめちゃ楽ですよ、これ。こうすりゃ時間が節約されます。also、さらにお金も節約されます。ほら、2つできましたよ、もうこれで。こいつらはめちゃくちゃ重要です。そして次がですね、まあ、利便性っていうやつですね。こいつは知っておくといいと思いますね。なんとか is useful ね。はい、役立つとか、なんとか is convenient って言えば、ほら、いいじゃないですか。こいつはね、非常に役立つんですよ、知っておくと。で、どういう時に役立つかっていうとですね、役立ちますって言った後に、時間が節約されますとか、役立ちます。お金が節約されます。これね、二分として扱われるんですよ。悪いですね。裏技ですよ、こんなもん。だから、一つ目の理由とその具体例としてね、言えるんです。役立ちます。便利です。具体的には、お金が節約されるんです。具体的には、時間が節約されるんです。イエーみたいなね、アイデアが全然浮かばなかったけど、これだけ持ってて助けられましたみたいな、そう、この3つでだいぶいろんな試験助けられましたっていう人いるんですよ、実際。だからこいつを持ってくととっても便利ですね。あ、便利ですね、まさにね。はい。なんで、これをいつでも使えるようにしておいてください。いつでも使える武器として持っておいてください。こういうの、あとは効率がいいとかね、エフィシエントとかね、そういう系の単語を持っておくと便利。この辺でもうだいぶ倒せます。面接試験の意見。で、あとは健康。やっぱね、この機械がいっぱい出てくるんですけど、最近は機械っていうのもあれだけど、テクノロジー系がいっぱい出てくるんですけど、だスマホとかがタブレットとか、まあ普通のコンピューターでもいいですけど、やっぱり健康に良くないって使いやすいですね。Buff for health っていうのがすごく使いやすいので、何々が来た時に Buff for health とか Buff for our health とかね、っていうのを持っとくだけでも倒せます。これめちゃめちゃ便利です。ぜひ知っておくことをお勧めしますよ。いつでも使える技ですので、ぜひ武器として持っといてください。様々なものがありますので、食べ物系も多いしね。そのジャンクフードとかね、ファーストフードみたいなのが出てくるときも、バッフォーヘルスとかでいけますからね。本当に健康は使いやすいので、ぜひぜひ浮かばなかったら、健康に悪いと健康にいいですね。だから運動とかさ、運動系の何かしらも出てくるのもあるんで、それが It's good for health って言えばそれだけでもう一個のアイディアですよね。ベジタブルとかもよく出てくるよね。野菜とかさ、ああいうのも、そういう風にやることもできたりしますので、はい。この4つの武器を今手に入れましたから。で、5つ目の武器が環境ですね。It's good for the environment って言えば環境にいい。It's bad for the environment って言えば環境に悪いですよね。ほら、バッチリじゃないですか。もうこれで。いろんなものがあるじゃないですか。環境に悪いって、だからほら、車とかさ、ね、cars とか出てきたりしてね。そうしたらもう使いますね。で、もちろん、プラスティックとかさ、あとはペーパーも出てきますね。そういうのが出てきた時に、こういう武器を持っておくと、スッと答えを出すことができる。もちろんこの全部、この5つが使えるとは言ってるわけではないですよ。使えるわけではないですけど、これを持っておくととっても便利ですね。で、そこで、ちゃんとまあ今までの面接の動画出てますから、どれを使えるかなっていうのね、自分のそれぞれの Q のやり方を知っとかなきゃいけませんから、そちらもちゃんとね、概要欄からチェックしておいてくださいね。で、その中で使ってみてください。これはめちゃめちゃ便利ですよ。だから今日言ったね、まずお金、時間、利便性、そして健康、環境、これだけは絶対に持っておいてください。浮かばなかった時。もちろん浮かべばいいんですよ。浮かべばいいけど。で、まあそれぞれの動画でも言ってますけど、量が大事ですから。必ず順に2級だったら2分言わなきゃいけないし、準1級だったら3分言わなきゃいけないから、理由や具体例にね、使えるようにしておくことをお勧めします。そして、最初に言ったようにこれ作文とかにも非常に役立ちますので、これらを使って、ぜひ、英検面接でいい点取ってください。ただ、これをね、いつも言いたいんですけど、聞き取れなきゃ意味ないですからね。設問聞き取れなかったら、今言ったのどれを使っていいか分かんないじゃないですか。当たり前ですけど、理解できてなかったら返事できませんから、そう、当然、リスニング力ついてなきゃダメですからね。それが大前提ですからね。リスニング力があって、答えられるようになってないとダメですから。はい、だから単語力とかね、いろんな表現使えるようにはしておいた方がいいと思いますよ。はい、ね、試験受けられる方、頑張っていってください。本題始まりました。もてチャンネル。さあ、今回はですね、英検二次面接。だから、お前は落ちるんだ。受かるためにこれをやれっていうのをやってみたいと思います。まあもうね、英検面接に関してはたくさん動画出しておりますから、毎回この時期に来るたびにいろいろとアドバイスをしています。それぞれの級のやつも出ておりますが、先週と今週で、まあ高校に行って模擬面接とかやったりとかね、面接の講座やってきたんですけども、まあやっぱね、分かってない人が多すぎる。英検面接ってこんなに取れないんだなっていうのはよくわかります。ただ、大学入試で使われるようになったので、高得点を取ってくる人もむちゃくちゃ増えました。もう日東駒線とかに出願してる人たちの平均点もすごく高い。やっぱ大学受験になったらもう、本気でやるんだね。ガチ勢になってくるんですけど、それでもまだそんなに難しくなってないんですよ。英検の面接って。なぜか。できない人もむちゃくちゃ多いからですね。でも英語喋れないんです。もうそんなレベルじゃないです。合格できない人たちっていうのは喋れるか喋れないかっていうレベルではありません。それ以前の問題なんですよ。1級はさすがにないけど、だって合格してる人たち、準1級までだったら英語スラスラ喋れますなんてほぼいないですね。それは自分の教え子たち見ててもわかるわけですよ。そんなペラペラ喋れればしないけれども、高得点取ってくるわけです。それにはちゃんと理由がある。なので、どうして合格点取れないのかっていうのをですね、説明していきたいと思います。まず、一番多いと思われるものですね。質問が聞き取れない。喋る以前の問題ですよ。リスニング無理です。ってっていうのね。で、リスニング無理ですのレベルも発音が無理なんですよとかじゃなくて、そもそも単語知らなすぎです。単語わかんないでやってる人、なんとかしましょう。まあちょっと前日とか当日にこの動画見てたら、やばいかーんみたいなね、もう無理ってなっちゃう人もいるかもしれないんですけど、まあそれもあってちょっと早めに出したんですけど、この動画。まず聞き取れなくて、もう無言になっちゃってるって人いっぱいいますね。ダメです。まず聞けるようになること。これが大事。そのためには表現を知る。もう表現している時間なんかないです。じゃあ、過去問研究です。過去問と同じパターンの問題いっぱい出てますね。もちろん変わってたりしますよ。でも同じパターンのものはいっぱいありますから、そのパターンをちゃんと研究してください。これはどの級にも言えます。で、あとはライティング。ライティングのトピックですね。同じのいっぱい出てくるから、ライティングのトピック見て、この単語知らないとか、このトピック何？これ聞かれたらどうやって答えればいいかなって思ったあなた。そうです。それが出る可能性あります。やっぱ過去問もとにかくね、チェックしてない人が多すぎる。頑張ってね、学校とかで過去問あるんだったら昔の書き集めましょう。違う級のも役に立ちますよ。準2と2級、2級と11とかね、被る問題やるからね。続いてダメな理由。答え方を知らないで受けに行ってる。これもめちゃめちゃ多い。なんで調べていかない？英検側は望んだ回答方法っていうのがあるんですよ。あなたにこうやって答えてほしいよ。こうやって答えたら点を上げるよっていうのがあります。それはもう3級だろうと、準2だろうと、2級だろうと、11級だろうと同じです。決まったパターンがあります。で、それを知らずに受けちゃう人いっぱいいますね。例えば書かれてる文章に対しての答え方とかね。もう決まってるじゃないですか。準2級だったら同じ文中の前の部分と照らし合わせて答えを出すとか、2級だったら前の文に書いてあることと照らし合わせて答えを出すとかあるわけですよ。でもそんなことも知らずにいる人ほんと多い。だから例えばさ、準2級とか2級とかね、その文に書いてあることから答えを作んなきゃいけないのに全く違うこと言う人いますよね。もうオリジナルで回答する人とかね。だから知らないわけ、答え方を。だから過去もチェックしてください。だから先週と今週やった講座で多かったのは、この社会問題について聞かれているのに自分のことを答えちゃう人とかね。これダメですよ。学生たちはこうすべきですかとかっていうのに対して愛で答えちゃうとかね。もうこんなん絶対やっちゃダメ。だから答え方をちゃんと調べておかなきゃいけません。だからこれも過去問研究ですよ。過去問見なさい。ここでどうやって答えてるか見てごらんなさい。そこでね、まあこれも他の動画でも喋ってますけど、応答問題だったらちゃんと準2と2級だったらちゃんと2分言わなきゃダメだよとか、準1級だったら3分言わなきゃダメだよとかってあるんですけど、そういうのも見ていかない人いっぱいいます。絵を描写するときもね、3級、準2級だったら現在進行形使えるようにしましょう。2級、準1級だったら過去形、過去進行形使えるようにしましょうっていうのがあるわけですよ。調べていかない。ご飯回答チェックしていかない。それじゃあ無理なんです。だから答え方ちゃんと知っていきましょう。続いて、今度はですね、逆に型通りにとにかく答えようとする人。型にはまっちゃっててるというか、もうその方で絶対答えなきゃいけないと勘違いしちゃってる人ですね。それはもう英検側は気づいてますから、皆さんがそういう風に、あ、もう裏技で解こうとしてきてるなっていうのは分かってるので、そうじゃないパターンだってあるわけですよ。で、まあ、繋がるわけなんですけど、聞き取れてないわけですよ。聞き取れてないから、自分の習ってきた型に合わせて全部やっちゃおうっていうね、人。これ危険すぎます。例えば、文章に対しての問い。であれば、まあ、英検3級だったら why で聞かれることが多いから、あ、いつものパターン because でって思ってたら、when とかね、聞かれて、へーみたいなね、全然違うの出てきちゃったよみたいになっちゃうとかね。準2とか2級でも、by プラス ing、by プラス ing っつって覚えてったら、how じゃなくて why とかって聞かれて、もうパニックとかね。とにかく by プラス ing で答えなきゃとかってなっちゃう人ね、います。だからこれも講座やってて、ああ、もうそういう方で絶対答えようって思ってるから、ああ、こんなむちゃくちゃな回答になるんだなっていう人いっぱいいましたから、型を覚えるのは大事ですよ。型を覚えるのは大事だけれど、それだけで答えるのはダメです。それだけしかできないのはダメです。ちゃんと相手の言ってることを聞いて、それに合わせた回答を出してくださいね。よくね、設問で、応答問題の時ですね、複数があるわけですね。さっきの students とか many people とかっていうのをね、よく出てくるんですよ。過去問見てみてください。よく出てきます。それなのに、回答するときは it is で全部答えるとかね。もういやいや、単数複数合ってないし、人も合ってないじゃんみたいなね。そういうことを考えないで、あ、とにかく it is で答えよう、it is で答えようとかってなっちゃってる人ね。ダメなんです。そう。まあ、型をね、準備したんだろうけどさ、ちゃんと臨機応変にね、合わせてやんなきゃいけないんですよ。これむちゃくちゃ大事ですからね。だから時勢とかもそうですよ。未来のことが聞かれているのに現在で答えちゃうとかね、すごくよくあります。ちゃんとやりましょう。型は大事でしょ。本当に型は大事。この型ができてない人がむちゃくちゃ多いんだけど、もう型をがっつり覚えてリスニングしないでっていうね、この人たちやばいですから。でこの3つはつながってるわけなんですよ。聞こえるようになる、型を覚える、型だけではダメだよっていうのはこれね、連動してるわけですよ。ちゃんと聞き取ってそれに合わせて答えなさいってことです。詳しくは他の動画でちゃんと研究しておいてください。で続いて、とにかくもう無言だったりボソボソしちゃう人、もうこれがね一番ダメ。だから聞き取れないから無言になっちゃう。これが多分一番多いと思いますね。あれ、自分の勉強してきた型と違うパターンが出てきちゃった。そして無言になる。もう最悪ですね。で、自信がないからもうボソボソになっちゃう。だってボソボソだったらさ、聞こえないわけでしょ。聞こえなかったら点にならないじゃん。当たり前ですけど、態度点も悪くなっちゃうよ。だから無言だったりボソボソするのは、その設問の点数も低いし態度点も低くなっちゃうから最悪です。でその時に特に多くの人がなっちゃうのが、あれわかんねえ、なんて言ったとかって言っちゃう人。もう日本語も最低。あそこの場ではもう英語しか使わないってちゃんと決めて受験してください。日本語って喋っちゃダメです。これ結構無意識に言っちゃう人もいるんだけど、だから無意識にこうね、ボソボソ喋っちゃうとか、無意識に日本語喋っちゃうって人はもうちゃんとそうならないようにきちんとやりましょうね。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。何を喋っていいかわかんないんだよっていう人ね。聞こえるんだよ。聞こえるんだけど答えられないんだよっていう人ね。その人はアイディア出し覚えておきましょう。はい。アイディアの出し方っていうのも動画出てますから、はい。そちらをちゃんと見ておいて分かってください。で、それにプラスでそれぞれのQの動画出てますから、それをチェックしておいてください。全部概要欄に貼っときますから、それをやって受験に臨んでください。聞こえない人はもう一番時間かかっちゃうから、相当大変なんだけど、聞こえなくても無言やボソボソにならないように頑張ってください。聞き返しとかね、I beg your pardon でもいいし、sorry でもいいからね、ちゃんと聞き返して。わかんなかったもん。Sorry, I don't know とかですね。それで行くしかないんです。これらを知っておくだけでも他の受験生と差つけられますから。知らないでいくのと知っていくのでは全然違うから、きちんとこれを知って実践してください。で、全てのことに言えるのは過去問研究です。ちゃんと過去問見ておきなさい。どういうパターンで、どういう表現で答えるのか、どうやって答えればいいのかっていうのを知っていってください。これを知らない人が多すぎる。だから学校でこれを習って実践してる。塾で習って実践してる。それによって全然違うわけ。やってない人はもうボロボロになっちゃうわけですから、きちんとそれね、知っておいてください。はい。ぜひ面接頑張ってください。Good luck! この動画良かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。頑張って！始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、今回はですね、英検面接に落ちる人の特徴っていうのを話していきたいかなと思いますね。やっぱりですね、英検面接、舐めてる人多いです。適当に過去問やって、学校の先生とかに面接の添削とかしてもらって、やればなんとかなるんじゃないのって思ってる人が多いですね。そんなんだから受からないんです。TOEIC っていう試験はですね、高得点取れる人がいっぱい出てきてしまうから、どんどん難しくなっていってますね。TOEFL とか IELTS も難化していってます。英検、難化のレベルが低いですね。やっぱり対策が進んではいるので多少。だから難化してるなっていうのは過去も見ればわかるんですけど、それでもその幅が小さい。それはなぜかできない人がいっぱいいるからです。きちんと対策をしてた人は取れる試験なんですよ。でも、きちんと対策をしてない人があまりにも多いから、難化させる必要がないんですよ。そう、舐められてんですよ。だからきちんと対策しましょう。がっつりとね、した対策に関しては、セミナーやりますから、はい、そちらですね、概要欄とかチェックしてください。じゃあ、どういう人たちがその点数を下げているのかですね。こういう人たちにならないようにして、合格勝ち取りましょう。まずですね、もう圧倒的に一番ダメな人。もう無言、ボソボソ、やる気ないですよ人間。無言っていうのが一番点数が低く出るものなんですよ。答える点数も低く出るし、そして態度点、これも低く出ちゃう。だから最低点を叩き出すことができるのがこの無言です。とにかくなんか喋ってください。わかんなくてもなんか喋ってください。これが最も大事です。同じように、もうボソ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 、聞こえなかったら当たり前ですけど、何の点にもならないし、これもまた態度点最悪になっちゃいますから、とにかく何か言うっていうのを忘れないでください。考えてる時間、わかるよ、あるっていうのは。でも、何でもいいですから、Well, let me see とか、I've never thought about it とか、何でもいいです。つなげてください。無言になっちゃいけません。その長い無言のせいで、点が一気に下がってしまいますからね。もちろん、聞き返すのはいいですから、Can you say that again? とかですね。sorry とかでもいいですからね。で、1回までだったらね、減点されないですから、2回以上やっちゃったら減点されちゃいますね。とにかく英検ってほら、自然な応答っていうのを重視してますから、オフィシャルのウェブサイトにも出てますよね。で、聞き取れなかった場合などは、自然な流れの中で行われた英語での聞き返しなら減点の対象にはなりません。ただし、それが不自然に行われたり、繰り返し聞き返したりした場合は、減点の対象になりますって書いてありますから、それぞれの質問で1回聞き直すのはいいんですよ。でも、ね、2回以上聞き直したら減点されちゃうし、それも1回の聞き直しだったら減点されないのに無言があったせいで減点されちゃうとかっていうのもあるわけですから、とにかく無言を避けましょう。で、この時ですね、注意しなきゃいけないのは、オフィシャルウェブサイトにも書いてあるんですけど、ゆっくり話してくれますかとか、これがわかんないですけどどういう意味ですかっていうのはダメですからね。それ言ってもやってくれません。ゆっくり読んでくれもしないし、説明もしてくれません。まあ詳しくはね、セミナーとか他の動画も出てますんで、そちらをチェックしてください。続いてですね、過去問研究が足りてない人。もうこれが、まあ一番多いんじゃないですかね。ほんと適当にやってますね、過去問ね。その過去問で、こうやって答えればいいかなとかって思って、で、学校の先生に言って、これどうですかね言ったりとか、ネイティブの人にやってもらうとかっていう、こう、ロールプレイすりゃいいって思ってるんですけど、それじゃダメですよ。まあロールプレイすることはいいことですけど、それじゃ点には結びつかないです。なぜかって。答え方知らないで勝手にロールプレイしてるだけでしょ。そんなの意味ない。じゃあどうすればいいの？過去問の模範解答を研究してください。どういう回答が正解になっているのか。それの特徴を知ってますか？過去問をいろいろ見てください。いくつも見て、その時の模範解答がどういう回答になっているのか見てます？何のポイントが必要だっていうの見てますか？だからこれいつも言うんですけど、例えば3級と準2級と準1級の答え方の違い見てみてください。情報量っていうのが重要になってくるんですけど、1文、2文、3文とかですね、文の量っていうのが、ね、必要になってくるわけですけど、そんなことも知らずに受験してる人すごくいっぱいいますね。でもアイデアが浮かばないんだからっていう人いるかもしれないですけど、まあまあセミナーだったりとか、他の動画も見てもらえればいいんですが、確かにアイデアっていうのはあるんですよ。でもそれだけじゃなくて、マジで答えの出し方知らずに模範解答なんか無視して面接受けてる人いっぱいいるでしょ。だから、あれネイティブスピーカーなのにとかね、バイリンガルなのに落ちちゃったんですけど、いっぱい悩みきますよ。で、その時に言うんですよ。じゃあどういう風に答えたのでやってもらうの。そりゃあなた落ちるよと。あなたネイティブスピーカー、発音完璧。文法ミスも一個もない。でも、情報量全く足りてないよと。そんなの順2レベルの答えだよとかってね、11級に受からなかった人とか言ったりするんですけど、自信満々でネイティブだからとかって行く人いっぱいいるんだけど、バイリンガルだからとか、うちの子は絶対受かるわとかって思っていくんだけど、情報量全然足りなくて、あ、もうダメ。それだから過去問研究が足りてないんです。そう、答え方を知るってことが大事です。研究して答え方知って受験に臨んでください。で、他によくあるのが、やっぱりもう自分のことしか喋らない。一般論のことについてね、聞かれているのに対して、まあ、What do you think？ どう思いますか？とかっていうのに対して、自分の家族の例とかしか喋んない。違いますよ。それをね、具体例として置くのはいいですよ。でも、理由に使っちゃダメですからね、自分の経験を。ペットは飼うべきですかとかっていうのに対して、いや、私動物嫌いなんで、とかって答えのそれ理由になんないですからね。だからこういう風にやっちゃってる人もいっぱいいる。これも、バイリンガルの子が受けて、ダメだったんですよって言われて、そうなの？どんな質問でどんなんだったの？つって全部聞いたんですけど、あ、それ全部自分のことしか言ってないから、それ全部点になんないよ。ボロボロだよ。やっぱりダメだったんですよ。ネイティブですよ。ネイティブなのに受からない。だから気をつけてね、自分の好みとか経験とかね、そういうのはダメです。こちらもね、ちゃんとセミナーとか他の動画でチェックしてください。まあセミナーではすごく細かく喋りますけどね。で、次は致命的なやつですね。非常にどのレベルでも受かる可能性がものすごく低い人。それはですね、英語が聞き取れない。そう、つまり質問が聞き取れない。だから答えられないって人ですね。当たり前じゃんって思うかもしれないですけど、これでダメな人ってむちゃくちゃ多いです。だからこれ、面接一人一人のオンラインレッスンやってたんですけど、やっぱり一番合格させるのが大変だなと思うのがこれです。だって設問聞き取れないんだもん。でも、I beg you a pardon の連発でやるしかないとかね。ネイティブに当たっちゃったりするともうダメとかってね。まあ、下の級になればなるほど日本人が多いんですけど、時々ネイティブスピーカー来ちゃってもう聞き取れないとかってなっちゃうことはありますね。こういう人はどうしたらいいのか。まず単語です。単語力高めてリスニング力高めなきゃいけないです。で、よくある質問とか設問のパターンですね。こちらも研究して分かっておくこと。あとトピックね。よく問われるトピックとかっていうのはあるので、まあ時事にちょっとね、詳しくなっておくとか、日本のことに興味を持っておくとかね、そういうのも大事だと思いますね。やっぱこれが一番厄介だし、時間かかるからやっぱリスニングできるようになるのってね、時間かかっちゃいますからね。続いて厄介なのがですね、もう型だけ覚えていく。これは中途半端に過去問研究をする人ですね。こう来たらこう答えればいいんだ。まあ人間っていうのはね、抽象化する生き物なので、もうこうだらこうだっていう風に決めちゃった方が楽になっちゃうんで、もうこう来たらこう答えるって決めちゃうです。でも、そのパターンだけで来るとは限らないですからね。で、読んだものに対する答えは、もうバイタス ING で答えなきゃいけないんだとかってね、決めつけちゃってる人。それで、why なぜですかとかって聞かれてるのに、バイタス ING で答えちゃう人とかね、中途半端に研究してて、もうこう来たらこうっていう風に型に全部はめてしまう人ですね。それも合格するのは大変です。なんでこういうのは気をつけてください。これもね、オンライン面接してすごくよくわかる。で、最後、これもね、河合塾の一番上のクラスでやってた時に、基本的に英語が喋れる人のクラスなんですね。自分も英語しか喋れないし。で、一人準1級ダメだったんですよ。で、そんなわけないんです。だってこのレベルだよ。みんなできるんですよ。11のレベルなんかもうはるかに上の人たちなんですけど、一人ダメだったって言ってて、なんでなんだろうなって思って、で、その彼、その授業中の会話をですね、注意深く聞いてたんですよ。で、わかった。喋る時に、いちいち日本語挟むね。とか、それを英語と英語の間に入れちゃうんですよ。その癖があると、減点されちゃうから、そう、日本語喋ったらもう自動的に減点だから、それでダメだったんじゃないって言って、そういえば、俺考えてるときいつも、とか言ってたわ。だからね、そこを気をつけてください。これらが非常に重要なことです。マナー講座じゃないんで、なんかね、もうほんとマナーのことばっか気にしてる。もうノックがどうたらとか、座り方がどうたらとかさ、Thank you と言いましょうとかさ、お辞儀しましょうとか、ほんとネット上にさ、情報がいっぱい書いてあるけど、そこじゃないですから。英語力とコミュニケーション能力を測ってる試験でしょ。まあもちろんね、いつも言ったけど、厳しそうな怖いおばさんがいるときは確かになんかマナーはやっといた方がいいですよ。あの人たちね、態度点厳しくつけやすいからっていうのは残念ながらあるんですよ。あるけれども、そこじゃないから。そんなマナーよりも、あなたの喋ってる内容ですから、点になるのはね。そう。だからこういったことを意識して、きちっとやってみましょう。まあ、詳しいことをもっと知りたい方はですね、ぜひセミナーの方に申し込んでいただいたらいいんじゃないかと思います。はい。まあ、これ見てる人は直前期の人が多いと思いますけども、はい。英検面接、ぜひぜひ頑張ってください。応援してます。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.